よし。え、待って。え、待って。これまさかさ。こんにちは、スイ君です。今日はですね、春の三大河を求めてまた高速道路の方にやってまいりました。今日は、ね、誕生日です。誕生日ラベル編パート3ですね。ということで今日はこちら高速道路の方で河を採集していこうと思います。それでは、やーっていこう。でここはね、僕がね過去に一度だけイボタガを捕まえた場所なんですけど、さあここにねクソでかいガがついてるんですよ、うん、でかくね、マジクソでかいガがついてる。はい、これ何これ、マジでなんかフクラスズメより一回りぐらいでかい気がするな。なんだこいつ、やっぱあったかい、今日あったかいもんな。まあ今日はね何捕まえても誕生日ラベルですから、まあ捕獲ですわな、これは。よし。え、待って。え、待って。これまさかさ。キシタバ系じゃない？カトカラ族と言われるやつじゃないか？これもしかして。ちょっと待ってくれ。今回の目当てではなかったけど、これはクソやばいだろ。バチクソエッチな画が撮れた。やばい。カトカラ族だろうな、多分これ。やば。羽の裏側どっちもやばいんだけど、これ。え、裏転したいぐらいある。めちゃくちゃ綺麗、最高。好き。クソ順調すぎるスタートなんだけど、どうしよう。このまま取れるんじゃね？なんかいっぱい止まってんな。この右のやつ取るか。これ見たことあるなぁ。ちょっと緑が乗ってるような色してる。綺麗だね。なんかいるね。めちゃくちゃ好きなんだけど、見た目が。可愛くね？モフモフだよ。可愛い。めちゃくちゃモフモフだ。捕まえましょう。こいつはなんだ？すっげー奇抜な模様してるなぁ。特徴的な模様してますけども、なんだろう、わかんねえなうん、わかんねえな。迷える子羊、こいつを持って帰ろう。いや、この場所はマジでいつ来てもくせえ。いやー、でも春の三大川厳しいかなとちょっと思ってはいるな。やっぱ今日気温高いもんな。でも息は白い。これなんだ、青塚？ちょっと青ズっぽくねえか、ノコバゼっぽくないよな。持って帰ろう。あー、逃げられた。あー、やっぱピンセットで行くべきやった。はい、見たことないやつ来た。うん、ちょっとピントが、はい、なんかもうこの辺見るとさ、俺はさ、もう霧がなのかなぐらいしかさ、わかんないんだよね。似てるよね、霧がか、なんだっけ、その辺しかわかんなくてさ、ごめんね、本当に。ちょっと動画のコメントにね、わかる方書いててくださいということで。なんか散りばめられたさ、この白い天体がさ、星みたいで綺麗だね。こういったの持って帰ろう。捕まえてわかる、結構でかいがなんだなっていう。いや、まあみんなからしたらさ、そのカマキリとか好きな人からしたらさ、いやちっちゃいよと思うかもしれんけど、最近ガを捕まえててさ、このサイズ感はちょっとでかいんだよね、個人的に。バグってきてるなぁ。感覚がおかしくなってきてるなぁ。こんなことしてると、ミクレピっていうね、クソちっちゃいガがいるんだけど、それもね、多分でかいとか言い出すからね。まあ、この辺でね、ちょっと抑えていきたいところ。草の上嫌なんかなそんなの歩き方してるよね。かわいい。潜んでった。なんかちっちゃいのがいるね。うわ、ここなんかいる。うわ、シャチホコガかな。めちゃくちゃ綺麗。え？おい、なんか高知いるぞ。え、カメムシ？ちょっと待って、逃げないで。上来て、上上上。なにこれ？かっこいい。あ、待って。カメムシだ。なにこれ？土カメムシ系かな？めちゃくちゃかっこいい。え、持って帰ろう。お前も持って帰る。あ、待って。待ってよ。ちょっと待ってよ。ちょっと待ってよ。あ、ここにもガオル。これもシャチホコガ系かな？あ、待って。待ってよ。待ってよ。え、クソかっこいいんだけど、なにこれ？嬉しい。あ、ガガンボ。
ワッカドタイプのカラーリングしてる。黒に金色の色が乗ってて、やば。こういうのがあるから虫取りやめられないんだよな、本当に。なんつった今。ごめんなさいね、カメラ回す前に撮っちゃいましたけども、なんかねでかいのが飛んできたんで捕まえちゃいました。やった、こいつのエンチン化にとりあえず入れよう。うん、暴れすぎやな。わからん。街灯にサツマゴキブリ来てる。これは持って帰りたいな。誕生日ラベルサツマゴキブリはマジで最高。これちょっと待ってよ、こっち来い、こっち来い。じゃ両手でいっていい。うわー、誕生日ラベルサツマゴキブリとか最高じゃね。この世の終わりみたいな色してるよね、本当にマジで最高。あまりにもさ急にできたからカメラ回してなかったんだけど、これシュレーゲルいやじゃない？なんてさ、シュレーゲルじゃないこれ多分。ほら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 、この質感多分そうでしょ。ああびっくりした。結構痩せてるのかなこの子。うわーいいカエル。ほら、ああちょっと待って、元気だな元気だな。観察させて、少しだけ観察、少しだけ。ほら見てごらんみんな、クソデカアマガエル。まあアマガエルじゃないけどね、クソデカいアマガエルみたいな見た目してますけど。うわーいいカエルだわここは前枯れ葉ががいたとこだけど、なんかカギ場っぽいのと、なんかこれはなー俺の力じゃ標本できないかもな。すっげー綺麗な色してるけど、こっちはできそうなんであっちは持って帰ろうかな。うん、これもガだね。これはなんだろう、わからん。あとカワゲラかな、その辺仲間がいる。このポイントはいるね。なんだこいつ、トイレないです。でかくない？気のせいか、なんかさ金玉にイボイボある。何それ、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 何ということで、ね、いつもの終着点ですね、やってまいりました。ここでいつも切り返してるんですけど、大敗北地点ですね。はい、春の三大崖はねちょっと無理そうなんで、まあ諦めながら。イボタじゃね、皆さんここに何かいます。雲だイボタ